リング上ではタイトルマッチ宣言であります。リング上タイトルマッチ宣言でございました。さあ長州力の右手にありました黄金のベルトが本部に預けられます。長州力今夜2度目の防衛戦、1回目の防衛戦はスターハンセンとダブルタイトルマッチ、両者リングアウトで防衛しました。さあ60分の一本勝負 PWF ヘビー級タイトルマッチだろうなという表情でありますが、しかしいつどこから攻め込んでくるか分からないのでもう臨戦態勢は取ってますね。さあやっと上がりました。始まった今ゴングが鳴った。60分の一本勝負。さあ巨体ケリーゴディ195センチ140キロ長州力189センチ120キロの王者。さあ大きい相手のコーナーにまず釘付けにしてまず直攻撃から始まりました。長州力が先手を取った。決め投げフライングメアでリングの中央、そしてエルボー厚い胸に一発を落としました。そしてスリーパーホールドであります。さあ竹内さん、やっと勝負が始まりましたが、おっとお待ちください。横須賀大会、もう館内は長州力コール一色に包まれました。これがおそらく耳に入っているでしょう。非常に落ち着いている王者の長州力。冒頭にご紹介したんですが、体重差が20キロ、身長が6センチ、この差。ちょっと王者長州力にとっても苦しい相手ですね。これは苦しいですね。過去のですね、やっぱり天竜ジャンボとの戦いを見てるもんですね、はい、テリゴでは相当な実力者ですからね。そうなんですね。今竹内さんからご指摘がありましたけれども、過去の鶴田と天竜との勝負の比較、おそらくファンの皆さんもその比較を見てこの勝負をご覧いただくかと思いますけれども、ジャンボ鶴田対テリーゴディの勝負は今年の3月の10日仙台で行われまして、鶴田がウルトラジャンピングニーパットで完全決着をつけました。それから天竜対テリーゴディの試合は3月の1日、秋田のリング上で行われました。両者リングアウトという結果でございます。まあこういう過去の結果、三局時代を迎えた時点で今夜の長州力は鶴田天竜の結果を当然意識しているのではないかと思います。竹内さん、その辺の洞察はどうですか。やはりですね、今日の長州にとってベルトを守ること以上にですね、やっぱりその天竜鶴田との比較、はい、これとのやっぱ戦いが相当過酷になってくるでしょうね。さあ今度は巨体を打ちましてテリーゴディが裸じめに持っていきました。こういう風に比較しますと相当体格が違いますね。そうですね、やっぱああやって追いかぶされますとね、やっぱり長州本当に小さく見えますからね、はい、そうですね。さあ両選手、このシリーズの開幕戦ではお互いタッグマッチで対戦いたしましたけれども、お互いに意識し合いましてラビアットの応酬、これはもうややボクシングで言いますとジャブ気味の応酬にとどまりました。さあ今夜が本番であります。長州力2回目の防衛戦。さあ竹内さん、テリーゴディも6回目の来日で必ずや日本のベルトには挑戦してるんですけれども、過去をどうしても取れません。やや本番のタイトルマッチに弱いという嫌いはありますか。まあ、特にその暴走癖はないんですけどもね、やっぱりそのやっぱり村っ気といいますかね、はい、ここ一番の集中力に欠ける部分がありますね。ははさあものすごいパワーで長州力を鉄柵に打ちつけます。さあそして場外で会います。もう一点右足を突き出してまいりました。さあ鉄柵を背にしていますが、長州力もやはりパワーではちょっと劣りますので自ら前進いたしましたが、これファイルドライバー場外で打ちます。ファイルドライバーテリーゴディがどうやらペースを取ったようです。いわゆるこのラフ&ローパワーに入っていきますと長州力も危険ですね。当然今ちょっと押されてますよね、はい。さあ徐々にこのパワフルな危険な罠に入り込んでいきそうな長州力でありますが、果たして今夜のタイトルマッチどうでしょうか。竹内さん、長州力は自ら内容が問題ですとはっきり言ってましたね。まあ、当然ですね、やっぱ内容のあるやっぱり防衛をしないことですね、やっぱチャンピオンの勝ちというのが取れるわけですからね、はい、そうですね。絶対にこのテリーゴディに不覚を取れない長州、もし不覚を取ったら大いに流れは変わってくるんではないかと思います。竹内さん、ジャンボ鶴田がですね、全日本プロレスにあった PWF のベルト、今長州が持っていますけれども、全日本プロレスの財産だったから絶対に取り戻すと、このように奪回ののろしを上げてますよね。それだけですね、やっぱりテリーゴディ辺りに落とされては困ると、はい、取り返すのは自分だということははっきり宣言してますからね。そういうことを聞くと、やっぱり長州とどっちもですね、やっぱりこれ非常に大きな発奮材料になってますね、はい。それからこの長州力の発言もう一つご紹介いたしますと、リングアウトで防衛に成功したスタンハンセンよりはややりやすいということを言ってるんですが、
果たしてこれが当たるかどうか。武井さんどう見ます、ハンセンとゴディとの比較。ハンセンはですね、どちらかというと一本調子なんですけどね、このゴディの場合テクニックという部分がちょっと非常に光ったものがありますからね、その辺がやっぱり出てきますとね、長州とってちょっと嫌な相手になってくるんじゃないですかね。そうですか。さあまたまた拳を合わせてまいりました。本当にパワフルな攻撃であります。一発一発打つたびに長州が沈んでいきますね。そんな感じがします ね。今のところガゼンテリーゴディチャレンジャー有利であります。6回目の来日で期待の待望のこのベルトを巻くことができるでありましょうか。今テキサスダラシクで最も売れているメインイベンターテリーゴディ、さあ今度はブレンダスター、ここから逆襲だ、ここから逆襲だ。長州力いよいよ上野までの長州殺法に引きずり込んでいくかどうか、得意のパターンにもつれ込んでいくかどうか、引きずり込んでいくかどうか。さあ前を向いた、前を向いた。さあ相手は膝をついている、ここはチャンスとばかり長州力一気呵成に攻め込んでいきますが、しかしテリーゴディもさあどうでしょうか。おっとこの両方の手を腕を上げてディフェンスしてますね。あは、うまくなりました。やはり来日のために成長している部分が見えますね。やっぱテリーゴディも攻めるだけではダメですからね、やっぱり守りもやっぱり勉強しておってほしいですよね。今ディフェンスに非常にいいところを見せましたが、さあ今度は膝を打って畳んでまいります。さあ地獄への誘いであります、サソリ地獄。今5分が経過したところでサソリ地獄、サソリ固めのサソリ固めに入りました。この長州力であります。かつては昭和49年の8月8日あのエルグレコを仕留めているこの最も合理的ないわゆる逆エビ固めの必殺技でトップに仕上がりました。この長州力まさに必殺、まさに必殺。テリーゴディのこの太いももうまくクリアできますかね。ちょっと返すのが困難ですよね。もう少しやっぱりダメージを与えておかないとまずいですね。そうでしょうね。いきなり入りましたね今回は。かつての長州力はリズメの作戦を用いまして相当足を痛めたところでこのサソリ地獄へ誘うんですけれども、今日は何か今までの流れを見てますと一発ここでチャンスが巡ってきたからかけたというような感じがしますね。やっぱり今日の長州一発で動くかもしれませんね。さあ今ステップオーバーいたしました長州力のサソリ固め、スコーピオンデスロックでありますが、これがテリーゴディの表情。テリーゴディのそれから太もも、この太ももは本当にこの下半身の強さを証明してますので、ここはおそらくクリアするような気がいたしますが、しかし長州力が渾身の力を込めて今お尻の位置をちょっとずらしましたね。武井さん、やっぱりですね、はい、この足を組んだ位置がもうそもそも悪かったですね。悪かったですか。あ、今崩れましたね。もう一回立て直しであります。もう一回立て直し、長州力の地獄への誘いでありますが、やはり軸足の位置が悪いと聞きませんね。そうですね、やっぱもう自分の腰が完全に落ちてしまいましたからね、はい。さあちょっと厳しい表情に移りつつあります長州力の表情。さあ今度はテリーゴディだ。さあ今度は足を攻めてまいりました。スプリングトーホールドから足4文字だ、足4文字か、足4文字か。さあ一歩ずつだ、スピアフォーレッグロックだ。さあ長州力が右の手で左の、足のあたりを抑え込んで完璧には入らないように努力はしてます、努力はしてますが、しかし力強い攻撃に出てきたテリーゴディです。まあテリーゴディも今のこの足4文字固め、それから立ってのジャンピングパイルドライブ、あるいはツームストーンパイルドライブ、そしてコーナーに相手を放っての左右のギョライラリアット、最後のとどめがパワーボンボンと素晴らしい必殺技があるんですけれども、この体格といい、この何種類かの必殺技を持ってすればもっともっと上に上がっていい選手ですよね。あ、ただアメリカではですね、もう今もうバリバリのトップですからね、はいはい、そういう意味ではやっぱり日本での評価がですね、やっぱりアメリカと同じように上がってくればですね、この選手もっと良くなってきますね。あ、そうですか。何しろ伝え聞いたところによりますと13歳でプロレス入りという、まあ、いわゆるこのスポーツ界の怪盗ですよね。全く日本ではちょっと考えられないケースですよね。考えられませんね。そして師匠にも非常に恵まれておりまして、ルーテーズも師匠ですね。そうです。それからテリーファンク、あるいはまたリックスレーターあたり、こういった要するにテキサスの香りがプンプンする連中が師匠格であります。ですから今この足4の字固めの前に見せたスプリングトーホールド、ここから足4の字に入ったわけですけれども、やはりテキサス流ですよね。完全なことのファンクス仕組みですよね。そうですね。もう一回その辺の流れをちょっと見ましょうか。これです、これです。こう入って、そして足4の字固め、今は完全に入ってしまいましたね。そうですね、しかもリングの真ん中ですからね、そうですね、中央ですね。
さあ長州力やや苦戦の2回目の防衛戦になってまいりました。まあこのシリーズでもいわゆる長州力は自由な戦いを望んでおります。長州力今ジャパンプロレスには2つのベルトがあります。2つのベルトがありますが、何としてもこの2つのベルトを守り抜いてこの、4軍団の構想におきましてもトップの位置を行こうと、こういう自己主張をもう周りの記者団にはっきりと言っております。自己主張をあくまでも貫こうという、そしてその頂点に立とうという長州力、意地でも負けられない一戦ですよね。竹内さん、まあ、特にこのシリーズですね、鶴田にはハリーレースがいますし、はい、この天狗にはスロングマシンがいますよね、はい、そういう面でやっぱりそういう比較もありますからね、長州にとってもこの防衛戦の内容、これが非常にやっぱり高い形で問われますね。そうですね、もう本当にジャパンプロレスの合宿では率先して1週間の合同合宿を張っておりましたけれども、本当に自ら声をかけ体力を振り絞って特訓に明け暮れておりました。さあ両選手が起き上がって、大技かバックドロップだ、すごい勢いで脳天を振ってまいりました。ちょっと変形バックドロップですね。そうですね、そのまま抑えに行きましたね、抑えに行きましたね。ジャンボ鶴田がこれでピンフォールを取ったことがありましたね。はい、さあ両方の胴に腕を絡ませてのバックドロップ、今度は逆襲、長州力逆襲のパターン、さあ狙いはないか、長州力ちょっと大きく肩で息をついた、相当相手の体の大きさに流れとしては負けてはおりますけれども、何しろ反骨精神旺盛な長州力、どこで本当にエンジンがかかってまいりますか。両者に大立ち、長州力も踏ん張っている。さあ前に近づいたテリーゴディ、今日のチャレンジャーテリーゴディはいいですね。試合前のそのデモンストレーションが後ろにやっぱり内容がいいですね、はい、やはりこの場外を駆け回って興奮状態でリングに突入ました。これが功を奏してるのかもしれませんね。いい形でやっぱり出てますね。出てますね。さあ今度は垂直落下しのバックドロップ、140キロ後ろに投げ切ったぞ。先ほどのバックドロップとテリゴディのバックドロップと比較論いかがですか。調子のがいいと思うんですけど、はい、ちょっとやっぱ重かったような気がしますね。さあ長州力のリキラリアット、さあ予告のリキラリアット、そして得意のサソリ地獄、これで決まっただろう。長州力のスコーピオンデスロック、あのリキラリアットを受けてダメージの後に受けたテリーゴディとしては、さあここはどうでしょうか、果たしてクリアできるかどうか。さあクリアできるかどうか、さあどうでしょうか。 TWF ヘビー級のタイトルマッチ、長州力対テリーゴディ、もうすでに10分は経過しておりますが、過去の対決でジャンボ鶴田対テリーゴディは14分34秒でウルトラジャンピングニーパスコで鶴田へとの、テリーゴディからピンホールを取っておりますので、この14分あるいは15分あたり、おそらく長州力は意識するでありましょう。この鶴田がピンホールを取ったタイム以前に勝負をつけたいという考えもあるでしょうね。さあ場外に出ました。さあ長州力、髪の毛を踏み出してもう一生懸命な防衛戦だ。やはり相手は手強いと見てるんでしょうね。今のはですね、やっぱりバックドロップだ、ラリアットというか誘いで一番のチャンスだったわけですよね、はい、それをちょっと潰されてしまいましたね。そうですね。さあ今度は椅子を持ちました、高胸器を手にしたテリーゴディ、脳天に一発、この椅子攻撃ちょっと横面を離れました。また上位口にも椅子攻撃、おっとこれは狂気をも捉えてない、まともに戦っても十分に戦える相手なのに、これはちょっとテリーゴディとしては、おっとちょっとこれはもったいないような試合の流れですけれども、まあめった打ちであります、椅子でめった打ち、どうしたことでしょうか、椅子でめった打ちテリーゴディ、長州力椅子攻撃に捕まってしまいました。さあパートナーの小林邦明、キラーさん、それからクリスあたりがこのタイトルマッチの間に入ってまいりましたが、上位口レフリーがもうすでにゴングを予想してますね。そうですね、テリーゴディの反則でしょうね。そうでしょうね。さあテリーゴディの反則がどうやら、宣告されたようでありますが、流れから言っても十分に竹内さん、テリーゴディがベルトを取るチャンスありましたがね。あそこまでサソリを逃げていながらですね、なんであそこで椅子を持ち出したかったら消せませんね。消せませんね。まあサソリ地獄を受けても完全にクリアしましたもんね。なんでやっぱり場外に一旦逃げたわけですからね、はい、それからなぜその椅子が必要だったかですね。そうですね。そしてテリーゴディとしてはもう勝ちパターンのいわゆるこの左右の人間魚雷ラリアット、それから得意のパワーボムあたり一発も出さずに終わってしまいました。全く出てませんからね。長州の方が
出して当てたというです、ねはい、チャンスあったと思いますね。そうですね。長州力は自分の持ち味、いわゆる必殺のパターン、殺人フルコースをフルに本当に目いっぱい発揮いたしました。しかしテリーゴディはまだまだ勝ちパターンのいわゆる、得意な18番を温存したままで勝負が終わってしまいました。なぜな何故に椅子を掴んでまいりましたのか、ちょっと放送席私ども下せませんね。そうですね、やっぱりこういう一つのですね、分かんないその村木がですね、やっぱりテリーゴディの日本での評価を今一つやっぱり上げない原因になってますね。あ、そうですか。勝負は12分40秒、テリーゴディの反則負け、長州力が反則で、ま、2回目の BWF のヘビー級のベルトを守った勝負でございましたけれども、長州力も 100% おそらく竹内さん満足してないでしょう。そうですね、やっぱりそこですね、あそこまでやっぱり大技を使って攻め込んでいながらですね、はい、最後のやっぱりギブアップを取れなかったっていうのも長州やっぱちょっと不意な防衛だったんでしょうね。そうですね、やはりこの195cm、140kg 巨大な壁に結果的には惑わされたんでしょうか。ちょっとやっぱりその打破できなかったですね。そうですね、まあ、しかし反則で12分40秒ベルトを守りました長州力。本部の方から再び GWF 黄金のベルトが長州力選手のもとに渡されました。まあ、長州力もベルトはもう絶対に誰にも渡さない、そしてこの3極競争の中でもトップに立つ、そして軍団構想でもジャパンプロレス軍団がリードするとはっきり言ってますが、自らが今日は GWF のヘビー級の防衛戦に立ち上がったんですけれども、武井さん、正直言って何点ぐらい差し上げられますか、長州力。そうですね、長州にとってはやっぱり65点ぐらいの出来じゃないですかね。そうですか。放送席、竹内康介さんの採点は非常に今夜は辛く、長州力の防衛戦65点という採点でございました。再びチャレンジャーのテリーゴディがリングサイドにやってまいりまして、ちょっと村っ気のありますテリーゴディ、試合に集中できなかったんでしょうか。まあ、最初からお客さんをちょっと意識してお客さんを追い回すようなシーンもありましたもんですからね。それが最後までなんか悪い結果になってしまいましたね。そうでしたね。やや防衛に成功した長州力の背中もちょっと寂しそうな、そういう感じがいたしますが、結果は12分40秒、反則で長州がベルトを守り抜いた勝負でございました。